こんにちは、ドクター熱血です。今回は限定クエスト、限定クエスト、なんつんだっけか、もう特別クエスト、あれ、じゃあチャレンジクエスト、もう久々すぎて名前忘れてた、挑戦力石桃太氏の極級ノーマルとハードいきたいと思います。おそらくね、結構長くなっちゃうんで、ノーマルハードとベリーハード分けたいと思います。ボスがあれだね、ウリュウとチャドを戦ったやつだね。さあ、5分以内にクリアが目標ですね。さあ、僕はこの3人でいきます。結構ね、キスケをちょいちょい使ってみたんですけど、クリスマスの使いやすいですね。近接だから、テッサイさんとはまた別な使い方ができるなって感じですね。さあ、ちょっと時間を気にしつついきましょう。ここからはまた植え込むのか。いっぱい出てくんな。しかもみんな速さ属性かよ。これそういえばリンク何もつけてないかもしれん。どんどん属性を考えて、こいつらは技属性はきつがやはきつい。食らってしまった。あんまりこっちに行きたくなかったな。あれ、まだ死んでない。全何ステージだ。そして時間間に合うのか。久々にアイゼン使ってる気がする。ここは必要な出番だぞ。やべ、食らってる。死角に入って見えてなかった。これボスかな、形的に。違う、あとがスイガール。
これでボスだろう。雑魚をアイゼンで倒す。あ、でも全部力属性か。必殺技はないはず。必殺技がないから楽でしたね、これはね。3分54、4分割った、割ったか。よかったよかった。次、これ織姫でさ、回復されるのがめんどくさいって話か。5分以内でクリアなんだけど、織姫が必殺技使うと回復しますみたいな。それはめんどくせえな。属性によるけど、室外で凍らせてはめるのが一番かな。さあ、茶番があるか。ない。なるべく食らいたくない。いやー、食らいたくないっつってるのに。食らってたけどダメージ無効で回避したな。結構食らったな。倒したと思って攻撃してしまった。同属性だったらアイゼンの方がダメージが出るか。届かねえ。技属性違う、速さ属性ばっかだな。てか速さしかいなくね。いや本当に技属性で来ましょうっていうステージだったので、その確認しとけばよかった。まさかこんなに技しかいないと、あ、違う、速さしかいないとは思わなかった。ようやく違う属性ができた。
危ねえ危ねえ。これはいいヒット。あーでも違う、属性がこいつ違う。うまくヒットしたと思ったのに。必殺技1回だけか。あ、2回いけた。やばい、質が上がってる。普通に喋れなかった今。こいつの技全然見たことがなかった。さあ、まあ間に合ったんじゃないかな。お、それで終わり。お、間に合ってない。かー、はい、テサちゃん連れて行こうと思います。じゃあ次回超級や、極級のウェリーハードか、じゃあ、じゃあハードからやり直そうかな。はい、以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。